高岡で、できた野菜が美味しくて、非常に好評だということで、その割に知られていないので、広まるように石狩でちゅという名前をつけて、甘酸っぱいというか甘くてさっぱりした美味しさのあるこのトマトをみんなに知ってもらいたいということでつけました。太陽の光を浴びて、一番美味しくなるんですね。これが日が当たらないと赤くはなってもやっぱり美味しくはないんですよね。それがやっぱり7月、8月、9月にかけてやっぱり太陽の光をいっぱい浴びるので、美味しいトマトになります。ここは日本海に面してて、浜風、潮風が当たるんですね。そのおかげで、病気が少なくて、寒暖差があって、これが石狩でちゅの美味しさを育てています。ちょうど今もぎ食べ頃っていうか、ちょうどすっきりしてて美味しいと思います。これがもうちょっと赤くなっちゃうと、甘ったるくなっちゃうぐらい甘いので、くどいぐらいの甘さになっちゃいます。 ミニトマトの場合、よく糖度で、美味しさを表現されたりするんですけれども、糖度だけではなくて、石狩でちゅの場合、糖度プラス後味の良さ、すっきりした味でまたもう一回食べてみたくなるような味ということが売りになってます。一度食べてもらえるとよくわかるんですけれども、本当に、甘くてさっぱりしてて美味しいです。おいしい。おいしい。危険なものはない。危険ないんじゃない。これ6箱くらいって。